フーゴ・マキビ・エノミア・ラッサールフーゴ・マキビ・エノミア・ラッサールは、ドイツ生まれのイエズス・会員で、カトリック教会の司祭、宣教師。日本語表記では、生と名がそれぞれ、フーゴーとも、ラッサールとも、あるいはマレれにラッサールとも表記される。1948年に、日本に帰化しており、日本名は、アイグー、マビ。英語版ウィキペディア、ヒューゴ・エノミア・ラッサールにある。 英語表記アイウンケンは、ラッサールの全仏教上での名乗りマナグモケンの音訳。キリスト教の聖職者として、初めて、座禅を宗教生活の中に実践的に導入した。1945年8月6日に、広島市の上り町天守公教会で、原子爆弾の投下に愛直接被爆したことで、犠牲者への異例のためだけではなく、世界平和を目指した。 記念の場の必要性を痛感し、広島の地に世界平和記念制度を建設することに尽力した。それら広島の文化福祉の発展に広く貢献した功績が認められて、1968年4月、広島市の名誉市民として検証されている。帰化名にもよく現れているように、日本文化に対する造形が深く、特に、 日本人の霊性への関心から全宗に深い興味を抱き、自ら参禅しただけでなく他のキリスト教関係者にも積極的に座禅を進めた。日本国外ではむしろその理論と実践においてカトリック禅とも言える新境地を開拓したことで知られる。1898年11月11日に、 ドイツ帝国ベストファーレン地方、ニーハイムエクステンブロックで誕生。祖先はおそらく、フランスから亡命したユグノーであると考えられている。小学校4年生からギムナジウムに進んだ後、その8年目に徴兵されて、第一次世界大戦中西部戦線に送られた。負傷と関節リウマチのために何度か入院したが、1919年に、 高等上等兵で除隊。二級鉄十字勲章受章。1919年4月25日にイエズス会に入会。当時ドイツのイエズス会西館区に所属する修練院は国境で接するオランダのシェーレンベルフにあり、そこで2年間の修練期を過ごした後、オランダの南ホラント州ファルケンブルフのセイグナチオ大学で学ぶ。また、 イギリスのストーニーファーストカレッジやヘースロップカレッジなどでも哲学を3年間、進学を4年間ほど学び、哲学博士号を取得。1927年進学過程の3年目、修了時にファルケンブルフにて司祭に除外された。フランスのアミアンで受けた第3修練の期間中に、神秘思想に興味を抱き、十字架の聖ヨハネやアビラの 聖テレサの著作を熱心に読み込む。この経験が後に東洋の神秘主義思想とも言える全体圏と交往して両者が結びつき独自の道を切り開いていくことになった。ローマ法王朝から当時ドイツのイエズス会西関区に与えられたミッションに日本があり、そこでの主な事業内容は 上智大学での教育であったため、ラッサールは1929年に上智大学に派遣されることになった。しかしラッサールは当初アフリカのハンセン病院への派遣を望んでいたこともあって、大学で学生相手にドイツ語を教えることよりも、市政の人々の間に積極的に飛び込んで社会事業を行うことを好み、関東大震災の被災者が多く住んでいて、 1931年、当時東京市最大の困窮地帯であった荒川区、三河島に学生たちと活動するための拠点となる上地設留メントを設立した。1935年ドイツ本国のイエズス会イ、管区長、クライン神父が、ラッサールを37歳の若さで、イエズス会日本管区の上長に任命すると、 立場上住み慣れた下町から上智大学に付属する SJ ハウスに移らなければならなくなった。そこでラッサールは一計を案じ、上長の権限でイエズス会の日本管区の本部自体を広島に移してしまう。それまでパリ外国選挙会に委託されていた大阪教区のうち広島、岡山、山口、島根、 鳥取の中国地方五県を含んだ西地域が1923年に正式に分割され、広島大牧区としての布教活動がイエズス会ドイツ西館区に委ねられていたからである。ラッサールが広島で原爆に被災してしまうのもこのような経緯による。当時広島の上町にあった上町天守公教会は古い木造の和風の平屋建ての建物で、 室内も畳敷きの小さな教会であった。日本管区長として数名の部下を伴った執務を取るために1936年事務所、兼住居として新たに司祭館を建設し、岡山にあった教区長官自体も広島に移されて教区長もそこに移り住むようになった。司祭館は西洋風の小屋裏3階建てのしっかりとした建物であり、 日本の地震を極度に恐れていた設計者のグロッパー、修道士は、近所の、どんな建物よりも8倍は、強いと自慢した。実際、爆心地から 1.2km の距離にあって、聖堂をはじめとする周囲の建物が、ことごとく倒壊した中で、室内は損壊したものの躯体は爆風にも耐え、その後累傷したとはいえ死災感の中にいた。 ラッサールたち5名の命を救うことになったのである。ラッサールが被爆してしまうのも、当時日本と同盟関係にあった、数軸国側のドイツ出身であり、1941年12月8日の太平洋戦争勃発以降も日本国外退去を免れたからである。1945年8月6日午前8時15分の、その時、 自室の窓際に立っていたラッサールは背中に爆風で割れたガラス片を浴びることになってしまった。以下はその時の様子のラッサール自身による直接証言である。ちょうど朝のゴミ差立ててからちょっと経った時突然何かの光が外であったんです。何のことだろうかと何かの事件じゃないかと思いました。けれどもその時に原爆の音を全然聞かなかったんです。 どうしてかと言いますと、音はやはり時間がかかるでしょう。そのうちに、天井も何もかもめちゃくちゃになって、落ちて、これで、もう、最後だと思いました。でも、生きてました。それから、その日の夕方まで川のそばに座っておったんです。ちょうどその時、周辺の学校の生徒が、爆心地のあたりに働きに来てて、随分生徒たちは、死んで、 クラスの一人も生き残らないくらい全滅に近かったんです。私も一緒に死んだらよかったのにと思いました。それでも生きているのだからどうにも働いて行かなければなりませんね。それでどうしたらいいかと考えました。やっぱり一つのお祈りするところを作りたいと思いました。アイグマビ公園世界平和記念制度の建築をめぐって公園と対話より 抜粋重傷を負ったらサールは、広島市郊外の祇園町束にあった、イエズス会修練院まで担架で運ばれた後、そこで、援助修道会の看護を受けながら数週間床に着かなければならなかった。しかし、同年12月には、石門と石兵だけが焼け残った上町協会の敷地にまず二坪ほどのバラックを建て、そこを道具小屋兼住居として移り住む。 翌年1946年1月には、住宅 A 団から買い入れたプレハブ住宅を二棟、つないで12畳ほどのスペースを確保し、とりあえず制度と伝道集会所の形が整う、ことになった。3月にはもう一等分をつなぎ合わせて、主任司祭の住居とし、4月には、聖母幼稚園も再開。そして暮れも押し迫る12月になって、ようやく、 焼け残っていた基礎の上に以前とほぼ同じ姿で、司祭感が再建されたのである。2006年広島ピースセンターとともに、戦後の建築物として初めて国の重要文化財に指定された、建築競技設計たった一つの爆弾によって一つの都市が完全に破壊されただけでなく、そこに住む20万以上もの人々が一瞬のうちに死傷し、しかも放射能による、 破壊力は長く被災者を苦しめたのみならず、世代を超えた影響さえ心配されていた。科学技術の進歩がもたらした、この新たな近代兵器の悪に打ち勝つほどの希望を与え、人々が再び立ち上がって建設的に生きていくためには、建築がそのマイナスの力に拮抗するだけのプラスの力強さを持っていなければならなかった。 それゆえその建築が持つべき性格は、理念から言っても、規模の面から言っても、広島の原爆の犠牲者への慰霊だけでなく、戦争による全ての犠牲者への祈りが心ある、人々を引きつけ、真の世界平和を築いていくための運動の起点となるようなものでもなければならず、民族も宗教も国家も超えたすべての戦争犠牲者の上に築かれた、 新たな精神文明の礎となるものが求められているとラッサールは考えたのである。原子爆弾が人間に及ぼす破壊力を直接経験したラッサールのこの直感に基づく壮大なビジョンは必ずしも初めから人々の積極的な理解を得られるものではなく、いずれそのような大聖堂に発展するにせよ。まずは自分たち教区の信者のために身の丈にあった。 教会堂建設をと周囲は望んだが、このことに関してはラッサールは堅くなであった。1946年3月、ラッサールはイエズス会の総会に出席するために、ローマに旅立つ。同年9月には、時の教皇ピオ12世に、個人月見した機会を捉えて、自らの構想を比例し、まず、ローマ法王庁のお墨付きを取り付けた後、自身は、ヨーロッパ、 北米及び南米をめぐって世界に広島の惨状を報告しながら世界平和記念制度建設に向けた協力を仰いだのである。この旅はラッサールにとって一年猶予の長きにわたるものとなった。1947年も後半になって帰国すると制度建設を単に広島教区の問題としてではなく第二次世界大戦の敗戦後に新たに 平和国家として再出発した日本全体のものともするために、この建設計画自体を朝日新聞社の講演を得て、平和記念広島カトリック聖堂建築協議設計、都市、1948年3月28日の復活祭の日を期して、朝日新聞史上に発表した。前年に行われた仙台志向街道コンペと共に、 日本建築界にあっては戦後建築史の幕開けを告げる当時最大級のコンペであった。しかも、ラッサールの掲げた高媒な理念によって日本近代建築史上初めて世界の目を意識したコンペともなったのである。コンペは次のような条件を明確に掲げる。本計画によっては優れた。 日本的性格を発揮するとともに戦後日本の新しい時代に応ずる提案を望んでいる。この趣旨に基づいて下記の要項を掲げる。1、正堂の様式は日本的性格を尊重し、最も健全な意味でのモダンスタイルであること。したがって日本を呼び、海外の純粋な古典様式は作くべきである。2、正堂の外観及び内部は共に、 必ず宗教的印象を与えなければならない。3. 聖堂は記念建築としての総合性を持つもので、なければならない。以上のモダーン、日本的、宗教的、記念的という要求を調和させることがこの、競技設計の主眼である。平和記念広島カトリック、聖堂建築競技設計図集より引用自身が、 体験することになったテクノロジーの進歩による未曾有の参加にもかかわらず、ここでまず明確に、モダニズム様式であることが謳われているのは、ラッサールが科学技術の進歩を必ずしも否定せず、それは人類にとっての誇りであり、むしろ技術の進歩を人類の使命であるとさえ見ていたからである。しかし世界が平和であるためには、まず人間の心が平和でなければならず、 したがって、科学技術を使わざるを得ない、人間自体は、理論やイデオロギーに支配された人間ではなく、まずもって例によって支配された人間でなければ、ならないと考えていた。物資不足に見舞われた、太平洋戦争の戦時中をくぐり抜けて、第二次世界大戦敗戦直後の困窮した時代に、行われた第二次世界大戦後初とも言える、大きなコンペであり、 賞金が高額であったことも手伝って177名もの応募があったが、要項に掲げられた高度な条件を完全に満たすものがなく、一等当選は該当者なしとされた。それで制度の設計自体は結局、審査員の一人でもあった表現派の実力者、村野東吾が自ら行うことになって、このことは建築界に少なからぬ波紋を呼び起こすことになったが、 村野東合は設計量の受け取りを辞退しており、後に村野は1980年8月3日、自身で設計した西宮トラピスチヌ修道院で彦と共にラッサールからカトリックの洗礼を受けている。日本への帰化世界平和記念制度の建設が次第に具体化していく中、ラッサールは1948年10月25日、国籍を日本に移している。 企画名にあるアイグルマビの、マビという名は、剣闘士として、日本に、党の先進的な文化を持ち帰り、また蔵東大寺長官として、奈良東大寺の建設に携わった奈良時代の、大学者、キ備真備にちなんだものである。聖の、アイグルの方は、日本初期の中で、神武天皇が統制の際に、安在省阿義国の、誇り宮に置いたという記述を踏まえて、 その古地を音で表すとともに、文字通り神を愛するという意味であると考えられている。キビ国の生まれであった、ビマキビの生命が、キビの出のマビであることの名乗りであることに従えば、愛宮すなわち、愛の神であるキリストを祀る宮に住まう、マビという意味であるとも考えられる。ビマキビというと、岡山県マビ町が有名であるが、岡山県小田郡赤毛町にある、 キビ・マキビ公園には、ラッサールが建てた、懸賞碑があり、ラテン語と日本語でそれぞれ次のような山が記されている。不滅の遺徳を青眼子の秘跡は、この地に七を受けた文学者として、また政治家として、多くの功績を残された千見キビ・マビ公を称える、ために建てられたものである。願わくば、この偉人の家高い理想と高乗が、 祖国日本の青少年永遠の模範となり、不滅の指標とならんことを。昭和38年10月2日愛部マ美岡山木美マビ公園、木美真美県証碑文記念制度建設北西からの、俯瞰による、春工当時の前景1948年に、帰化したことで名実ともに、広島市民となったラッサールは、翌1949年には自ら、 上り町協会の主任司祭となって大聖堂建設へ向けて人頭指揮に当たることになった。しかし三角州の上に発展してきた広島市の地盤が軟弱で基礎工事が難航したのを皮切りにして1950年工事と木を同じくするようにして始まった朝鮮戦争の影響で建設資材が数倍にも高騰するなど当初から建設は困難を極めた。 建設工事が中断するたびに、ラッサールは、建設資金の手当てに奔走しなければならなかったので、ある。そこで、翌1951年1月には、世界平和記念制度講演会の名称を、広島平和記念制度建設講演会と変えた、上で、新たに名誉総裁に、高松宮信人親王をいただき、総裁には、吉田茂内閣総理大臣を迎えて、 広島県出身の池田早人、大倉大臣が実質的な取りまとめ役である会長発起人となって国内での募金活動を支えることになった。異例のための制度からより理念的な平和を希求する制度へというラッサールの掲げた建築理念は1949年8月6日に施行された広島平和記念都市建設法の理念とも共鳴するようになり、 1952年には、広島平和記念聖堂建設に対する感謝決議文が、広島市議会より満場一致で送られている。制堂建設は、単に、カトリック教会だけのものではなく、次第に、宗派や宗教を超えて広く、広島市民のものともなっていったのである。それによって、ドイツケルン市より、パイプオルガンが、防府虫からは、鋼鉄製の鐘が、 ドイツ本市からは、正規が、ベルギーからは、大理石の祭壇などが、広島市に寄贈される形で建設現場に届けられた。また、日本国内外よりの献金は元より、アメリカのニューヨークの実業家、トーマス・エイ・ブラッドレーからの多額の資金援助によって、内人上部のドームが手当てされるなど、世界中からのゼミによって、制度としての形が整っていき、 1954年8月6日の広島の原爆慰霊日に剣道式が行うことができた。しかし、剣道式当日には聖堂内陣にモザイク画もなく、窓にはステンドグラスではなくて無色透明のガラスがはめられていただけであった。それから8年後の1962年になって、ようやく広島教区の死木がイエズス会から、 教区司祭に任されるのと時を同じくするようにして、届けられた最後のステンドグラスが、聖堂最上部の窓にはめられて、聖堂は真の完成を見たのである。そして、聖堂建設に心血を注いだら、サールもそれを見届けるかのように、広島の地を去ることになった。広島の川の砂を使って、コンクリートを作り、積み上げられたコンクリートレンガの数は、 原爆で失われた犠牲者の数にも匹敵するとも言われる。世界平和記念制度は2007年日本を代表する建築家丹下建造の広島ピースセンターとともに第二次世界大戦後の建築物として初めて日本国の重要文化財建造物に選ばれている。実践ラッサールが宗教的な枠組みを一歩踏み込んで 座禅を自らの宗教生活に取り入れるようになったのは、津和野にある永民寺での1943年の三禅会回がきっかけだった。ラッサールの禅に対する関心の寄ってくるところは、キリスト教伝道に際してまず、日本人の伝統的な霊性を知る必要性があったからであり、いわゆる人を見て法を解けというわけである。 しかし体験的に善の精神に触れてみると、ラッサールは、目想や感想といったキリスト教的習得法と共通するものをそこに感じ、完全な自己放棄によって、神と人との合一を目指すキリスト教、神秘主義思想に言う中不的感想への精神的な準備として、座禅が非常に効果的だと思うようになっていった。 長きにわたる宗教的伝統によって、高度にマニュアル化された禅の手法が、物質的な、豊かさに振り回される、現代人にとっては、優れた実践的瞑想法だと思ったのである。1954年に、世界平和記念制度が完成した後、1956年に、まず、福井県小浜市にある発信寺の原田祖竹の下で、後には、 原田育の法廷を受け継ぐ山田光雲の指導、仰いで本格的な修行に入った。1961年になると、広島市の郊外壁町南原郷に、全道場、神名屈を建設。ラッサールは自ら参にしただけでなく、信者にも、接心を指導するようになったのである。座禅の進め方や、食事法は、 全仏教の伝統的な作法を守って行われたが、道場でのついたちは、早朝のミサから始まって、夜のお祈りで終わるように完全に、キリスト者のそれであり、ラッサールの全に対するアプローチは、理論的な意味においても、あくまで方法論的な捉え方であって、そこには、神学的に言って、仏教とキリスト教との間の競技的な、シンクレティズムといった要素は、全くなかった。 それゆえラッサールは、自らの全修行において、公安という方法だけは取り入れなかったのである。しかし、ラッサールの全修行への取り組みは真剣そのものであり、後には、世界平和記念聖堂の地下聖堂で座禅を組む、姿も目撃されている。理論キリスト教には口、等や念、等の他に、木層や感想などのいくつかの確立された、瞑想法があるが、 通常そこには、イエス・キリストなり、聖母、マリアの自責などの明確な思考対象がある。キリスト教は愛を説き、愛には対象が必要であるからである。それに対して仏教は、一切無常を解いて、そこに、慈悲はあるが、人間の積極的な行為の実行性を認めない。仏教に言う検証とは、己の物性を見つめ直すことであって、 自己を超越した他者としての神を見ようとすることではないからである。禅嬢とは認識を万有と一致させ輪廻転生する生命の循環的なあり方から離れて万有そのものと化そうとすることである。各社は自己を限られたものとしているあらゆる囚われを排して無我の境地に至り、さらにはその無の境地に至ろうとする己の作為作用も滅却して、 論理的な改定を超えた下脱に至ろうとする。前週が時に、配理的な矛盾を含んだ考案という方法を用いるのもそれゆえであり、人が人として囚われている所与である常理や常理を反しし、日常的な理性や感情を棄却して、無念無想の瞑想状態に至り、その認識を通して絶対的な自由の境地である、涅槃に達しようとするのである。 その消極的な能動性を称して、下脱という。対して人間が、現在のうちにあるとするキリスト教にとっては、そのような自らの立ち位置に仏性を生み出すことは神を、見ることではない。キリスト者は、祈りや証明に基づいた行為を通して、神の愛を信じ、神の愛によって、唯一永遠なる神と一つとなることで、初めて永遠の命を得られるとするからである。 愛によって、神と人格的に結びつかない行為や祈りはいかなるもので、あっても結局何者でもないのである。神の愛による救済という超自然的神秘体験を可能にするためにこそ、神の呼びかけに応える応答性を神から求められているのである。その積極的な受動性を称して、温調という。ラッサールが全修行に求めた無念無双も、 神との合一を妨げる神と子がの間にある、障害を取り除こうとしたからであって、神の意志をより直接的にいただくための準備として、無視を得ようとしたのである。ラッサールは、悟りとは自己を完全に放棄して存在そのものと一体となる自然的神秘体験であって、悟りそのものは、目標ではなく出発点であるという。一方で、道元は繰り返し無情を強調し、 単なる方法論としての修繕を退りける。日常生活のすべてが禅上に至る禅修行とみて、検証上物を否定し、座禅こそが禅上の主相であるとする、士官多座を説くのである。仏教者はあくまで何者にもとらわれない、由我独尊的な下脱を自律と捉えて、自己確立された空という無我の理想状態を下脱。ないしは、涅槃といって尊ぶ。 対して、キリスト教神秘主義に言う虫とは、善、鬼神の愛を受け取るための自己放棄であり、あくまで究極的なありである神の永遠性を、自らの場に受け入れるための空なのである。仏教的な悟りからすると、キリスト者が言う恩朝のような、何者かから何者かを期待し期待される条件、設定こそが下脱を妨げる、囚われであって、 万有との合一を目指して今ここにある事故の他には、何者にも、つまり神にも、事故を超越する神の観念にもとらわれない厳然する、絶対的な空をこそ理想状態として、座り続けるのである。キリスト教には、始まりがあって、終わりがある明確で、直線的な時間とそれを超えた存在としての、優があるが、仏教には循環する。 円環的な時間とそれを超えた場としての無しかない。キリスト教と全仏教の両者の間に究極の実在をどのように捉えるかの違いがあるにせよ。無念無想を通じて前上に至る座禅の行法と十字架のヨハネの言う魂のアニアをくぐり抜けて新人合一に至る神秘思想との間に共通点を見出し、しかもそれを神学理論としてではなく、 実際に座禅を行って、自らの宗教生活の中において実証しようとした、ところに、ラッサールの独創性があったと言える。画像をクリックして拡大キリスト教世界と、仏教世界にある宗教的な認識の違いを、例示するためのものであり、長期理論の記述に絡めて、歴史上の人物であるイエス、マリア、テレサ、及び釈迦が実際に、 画像のようであったと主張するものではない。広島市郊外壁町南原郷にあった神名屈が南原ダム建設に伴って取り壊されると、1962年に上智大学に戻り、1969年には東京都西玉郡ひばる村小岩に秋川神名屈を建てる。90歳で体調を崩すまで、そこで、 毎年30回ほどの接信を行った。ラッサールは、日本国内外で全とキリスト教の接合を目指した論文や著作を発表しており、そのため、カトリック教会内部からは心よく思われず、好位聖職者からの異論を受けることもあったが、キリスト教カトリシズムの現代化に基づいて、諸宗教との相互理解に、積極的に踏み出した第二バチ観光会議以降、 そのような批判も、下火となり、ラッサールは、日本国内だけでなく、日本国外でも広く、キリスト教関係者に対して、参戦を進め、自ら指導するようになってゆく。近年では、欧米に広く全思想を紹介した、鈴木大説以来の全ブームも手伝って、西洋における全の実践理論的パイオニアとして、その活動がむしろ積極的に評価されるようになるので、 ある。1993年には、スイスのイエズス会修道院の中に、ラッサールの名を冠した、参前のための施設、ラッサールハウスセンターが建設された例もある。年を経ても、なお禅の指導や、講演活動に、精力的に勤しんでいた最中、ラッサールは、ドイツ滞在中に体調を崩し、聖母。 マリアの巡礼書のあるドイツベストファーレン州ケーベラーで、癌による大きな腫瘍の摘出手術を受けた。しかしその後も体力が戻らず、ミューンスターにあるイエズス会の修道院で療養生活を余儀なくされ、日本への帰国を医師から止められてしまう。1990年7月7日に死去。91歳にて没。かつて骨が日本の土となるまで、 とまで思い定めた個人の日本への強い思いが考慮されて、ドイツで初めて、イエズス会イの仮装が許され、その遺骨の一部が、広島の世界平和記念聖堂の祭壇左脇に収められている。禅の修行への系統に見られるように、ラッサールは己を厳しく律しながら決して信念を曲げず、世界平和記念聖堂の建設と禅を、 キリスト教に接合するという大事を成したが、ラッサールに接したことのある、日本人の中には、そのことよりもその人柄の方をかえってしたい、金髪で、長身創句の日本人、アイグマビの思い出を語る人は、少なくない。その口癖は、ま、良いでしょうであったという。この番における記述では、全体的に、石丸治む教1988を、また、理論では、 鈴木大説2004を全般的に参照したので、ここでは特に客中化を行っていない。ありがとうございます。